ガルフオイルカラーのフォード GT。フォード GT とは、アメリカのフォードモーターが開発した、スポーツカーである。かつて1960年代に、ルマン24時間レースなどで活躍した、レーシングカーである、フォード GT40 のリメイクであり、フォード100周年を記念して、限定1500台がフォードと関係の深いサリーンの、工場で2006年まで生産された。この、 GT40 という名称には商標登録の問題があり、結局、フォード GT という名称で販売されることになった。GT の開発にあたり、チーフデザイナーにカミーロパルドが担当。GT40 を彷彿とさせながら、現代のスーパーカーとなっている。駆動方式は、ミッドシップで V8 エンジンを縦置きし、その後ろに、デフとギアボックスが配置されるという。 レーシングカーとしてオーソドックスな作りをしている。オリジナルの GT40 は右ハンドルであったが、このフォード GT は左ハンドルであり、イギリスでも左ハンドルのまま販売された。日本には正規輸入されなかったものの、個別に数台が輸入されており、ゲームのグランツーリースモシリーズで知られる山内和則が2台所有している。 フォード GT GT1 2015年の北米国際オートショーにおいて発表された。設計はフォードの高性能車開発部門、フォードパフォーマンスビークルズとマルチマティック社が行った。生産もマルチマティックに委託される。デザインは GT40、仙台 GT の流れを組むが LMGTE 規定で改造することを前提により空力的に洗練されている。 新開発の3.5リットル V 型6、気筒ツインターボ、エコブーストエンジンは600馬力以上を発生。トランスミッションは、ゲトラグ製7足、デュアルクラッチ AT で、トランスアクスルレイアウトを採用する。ドアは、ダイヘドラルドアとなっている。リアには、格納式の可変ウィングを装備。サスペンションは、トーションバーを併用した。 プッシュロッド式のアクティブサスで、車高を瞬時に変えることができる。2017年より販売を開始した。当初は1000台の限定販売とされていたが、2019年には1350台への増産が発表された。フォードが日本市場から撤退したため正規輸入はないが、特別に日本向けとしてデリバリーされた1台が存在している。 2016年のルマン24時間レースに参戦したフォード GTLM GTE 使用者はチップガナッシュレーシングとマルチマティックのオペレーションで2016年から WEC の GTE プロクラスに参戦。同年のルマン24時間レースでは参戦。初年度ながらクラス優勝を果たす快挙を達成した。なお、この優勝はルマンで 初めてフェラーリを破ってから50周年となる勝利であり、今回もフェラーリを直接対決で破っての優勝であった。また同規定を用いたユートシッシーの GTLM クラスにも参戦し、こちらもデビュー戦のデートな24時間レースで優勝を飾っている。2019年末をもってフォードは耐久プログラムを終了した。プライベーターへの供給の噂もあったが、 実現せずに、フォード GT は再びサーキットから姿を消した。英国フォードのフォード GT 公式サイトマイナスリンクキレ1台目に納車されたホワイトのフォード GT は、山内が名付け親である、チューニングショップ、オペラパフォーマンスでカスタムされている。GT40 は、右ハンドルだが、レバーも右にある、GTE ベース車フォード、新型、GT を公開。 オートスポートウェブ2015年1月14日、閲覧フォード GT ウェブクグハット、カーグラフィック2020年6月号発売、フォード GT 日本上陸ウェブクグ。ありがとうございます。